こんにちは。シュアーズの佐野さんのアシスタントを務めている石原です。今日はまだいけるコストコ背取りを極めてアマゾンに転売する5つのコツをお話ししたいと思います。膵臓を壊して脱サラした僕がパソコン1台で暇人になれた理由とはの著者であるシュアーズ佐野です。会員制激安卸し店のコストコはセドラにとっても便利なお店で、今まで多くの方が背取りしてきました。以前は背取りで儲けられたコストコですが、2018年も中盤に差し掛かった今、まだコストコ転売で稼げるんでしょうか。今回はコストコを利用してアマゾンでうまく背取りする方法と転売するコツをご紹介します。コストコ特有の仕入れ条件や儲ける秘訣を解説しますので、コストコ背取りを始めようとお考えの方や一度もコストコにいていない方は必見です。コストコにはアマゾンが直接仕入れられない限定商品が多数あります。具体的な仕入れ方法まで詳しくお伝えしていきますね。まだできるのか、コストコで背取りをするメリットについて。コストコで背取りをするメリットは6つあります。会員制で店舗数が限られライバルが少ない、回転率が良い商品を大量仕入れできる、売上の回転が早い、価格が安く利益が出る商品を見つけやすい、回転セール、決算セールでさらに安く、卸店でもあるので大量仕入れでも問題なし。コストコは全国に26店舗しかありません。さらにコストコは会員制スーパーのため買い物するのに年会費がかかります。会員証として以下のどちらかのカードを持つ必要があります。ビジネスメンバー、法人会員、事業者等の法人のみが申し込めるカードで、個人会員より550円安くなっている。ゴールドスター、個人会員、個人が誰でも申し込めるタイプの会員。年会費はかかりますが、自分と同じ商品を背取りするライバルの数が少ないことがコストコで背取りするメリットです。またコストコにはアメリカ製の製品を独占販売しているもの、自社オリジナル製品などコストコでないと仕入れられない商品も複数あります。それ以外の商品も含め、普段から安く、特に回転セール、決算セール時には高利益が見込める製品が驚くほど安くなるのもメリットの一つです。そしてコストコは卸店ですので、セドラーが周りの目を気にすることなく利益が見込める商品を探せて、大量購入でも全く嫌な顔をされません。オリジナル商品や独占商品を周りの目を気にすることなくゆっくりと仕入れられて、販売するときも差別化できるのもコストコの仕入れのメリットと言えます。もしどうしてもコストコの年会費を払いたくない場合には、ちょっとした裏技を使うと年会費を払わずコストコで仕入れられます。知りたい方はこちらの動画をご覧ください。もうできない？逆にコストコで背取りをするデメリット。コストコで背取りをするデメリットとしてこちらがあります。全都道府県に店舗がない、何店舗も回って仕入れができない、店舗が広く背取りに時間がかかる、全倉庫セールは値崩れが起きやすい、利益額が少ない商品が多い、使えるクレジットカードが少ない、全都道府県に店舗がない。コストコの店舗は限られた場所にしかありません。立地や条件が厳しく、全国どこでも仕入れできる店舗ではありません。2018年現在、関東には11店舗のコストコがあります。東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、茨城の1都5県にあります。何店舗も回って仕入れができない、さらに1店舗が巨大で仕入れる商品を限定しないと背取りに大変時間がかかります。利益が見込める良い商品を見つけても、複数店舗を回れる地域はさらに限られます。全倉庫セールは値崩れが起きやすい。またコストコでは全倉庫一掃セールをよく行っていますが、セールになっている商品は他のヤマダやトイザラスでも安くなっていることがほとんどです。リサーチ時に利益が見込める商品でも、実際に売り出すときには値崩れが始まっていることがよくあるので注意しましょう。
利益額が少ない商品が多い。仕入れられる商品は食料品や日用品が多く、1品の販売価格が少額なことも人によってはデメリットになります。その代わり、同じ商品を大量に仕入れできることが多く、1品をリピートで販売したいセドラーには向いている店舗です。使えるクレジットカードが少ない。また2018年2月1日以降、クレジットカードの中でもマスターカードしか使えなくなりました。使えるカードが限られてしまった点もデメリットと言えますね。メリットとデメリットが分かった上で、2018年コストコで背取りをするべきか。コストコで背取りをするべきかと問われれば、佐野はコストコにこだわる必要は全くないと答えます。もちろん食品や日用品を仕入れれば、高回転で利益率 20% 前後のものが大量に仕入れられますし、家電やおもちゃ等1万円を超える商品も背取りが可能です。ですが、実店舗の数が少なく、すべての方にお勧めはできません。また、コストコで全国セールしている商品は、会員制でライバルが少ないといっても、コストコ以外のヤマダやトイザラスでもセールを行っていることが多いです。仕入れた商品を他に先駆けて売り抜けできる方や、値崩れした商品の売価が回復するまで商品を寝かせられる余裕がある方ならおすすめの方法です。近所にコストコがあるから仕入れようかなくらいの感覚で OK です。コストコ以外にも背取りできる店舗は他にたくさんありますからね。また、さらに詳しい情報をシュアーズ佐野の公式 LINE アット限定で配信しています。LINE に登録いただいた方には、今だけ期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選もプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録くださいね。